今日の味噌汁日記はですね、マインクラフト前回の続きやってみます。前回の範囲はやっぱり夜がとても長く、私の好奇心的に外に出ちゃうみたいなのがちょっと辛かったんで、今日は夜を一瞬で過ごすアイテム、ベッドを作りたいと思います。ベッドを作るためには羊毛が3個と木材が3個いるんですけど、その羊毛を取るためにハサミが必要で、さらにそのハサミを取るために鉄インゴットというのが必要で、さらにその鉄インゴットを作るために鉄ブロックが必要で、その鉄ブロックを作るためには木のスコップがあると楽みたいなものらしくて、あ、夜になってきてるって言ってる間に夜になってきてる。あ、やばい。はい、なんとかこのように朝日がもうすぐ出てこようとしております。さて、気を取り直してベッドを作ります。この宙に浮いた木材も回収し、てい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 で、わあ、まだいる、まだいるよ、まだいる。もう朝だよ。こいつどこに行くんだろうっていうか、朝になったらこいつはどこに消えるの。怖い怖い怖い。え、こいつどこに行くの。ちょっと落ち着けられない。え、いっぱいいるじゃん。何これ、何これ。まだ朝じゃないのこれ。まだ朝じゃないの。あ、逃げてった、帰ってった。ああ、待って、こっち向いた。あ、こっち向いた。あ、消えたと思ったら海に。待って待って待って、どこ行った、さっきのやつ。あ、ここにいた、ここにいた、ここにいた。え、クモはずっといるの。え、クモ泳いでるんだけどあ、登ってきたえ、待って、私の拠点の周りクモだらけだよ。あー、待って、クモだらけ。待って、朝なのに、朝なのにクモが。どういうこと。あ、クモの音が、消えた音がした。まだいるじゃん、全然嘘じゃん。ちょこちょこみたいな。あ、何何何、ちょこちょこみたいな音したじゃん。え、雲だらけなんだけど、どうしよう。え、超危ないじゃん。何これ。あ、いなくなった。私が目を離すと消える仕組みなのかな。そんなバカな、嘘だろ。じゃあ、気を取り直して早速、木の、うわー、雲の音がした。いた。え、これクモはずっといるんだ。とりあえず、木のスコップを作ろうと思いますが、果たして、待って、クモの音が聞こえるよ。木のスコップはどうやって作るんだろう。木材から作るんじゃないのかな。あ、増えた。あ、ピッケルだ。これ作れる。おー、もう一回木の。おー、でもピッケル作ってもしょうがないんじゃない？私今だってさ、完全にスコップって言ってたのにさ、勢い余ってさ、ちょっといつもピッケルにお世話になってるからピッケルを作ってしまった。恐ろしい。よし。とりあえずでも朝まで過ごせる。クモいる。倒せんのかな、ピッケルで。いや、そういう、倒したいという気持ちを抑えよう。いい加減、大人になるんだ、私は。はい、スコップを作った。というわけで、あ、クモめっちゃ泳いでるじゃん。そういうもんなの？クモはそういうもんなの？あ、でもね、クモを撃退したら糸が手に入って毛がね、簡単に作れるらしいんですよ。こいつを倒せばベッドがさっさと作れるのではないかという。行くぜ、戦うぜ。よし、あ、向かってきた。よし、いけ。おうおう、いけ。よし、あ、おー、糸が、しかもこんだけ食らって糸1個かよ。いやー、もう二度とやるまいとは思うね、今のは。また雲の音がする。ちょっとラッチ開かないわ。掘ろう、やっぱり。どこ掘ろう。ここかな。ほれワンワンかな。あ、めっちゃ速い。見て見て、速いよ、素手でやるより。ずっと雲の音が聞こえるけど気づかないふり、怖いから知らないふり、怖いから見えてないよ、何にも。おー、すっげえ掘れる。今まで何してたんだろう私。あー、雲の音が聞こえる。よし、そしてここに掘る。あ、なんか石っぽいのが見えた。これなんだろう、とりあえず掘ってみよう。はい。掘れない。掘れない。掘れてんのかな、これ。あ、スコップの耐久力的なのがある。あれ、今のは何？どれ？どれゲットしたの私今。待って、雲の音がする、ずっと。ずっと雲の音がする。ここに、これ雲じゃない？そうだよ。攻撃してこないのか、夜は。朝はだ。ほら、だって攻撃してこないもん。ほら。だから、ここで、私はおとなしく、このピッケルで、あ、ピッケルのが早い！早い！なんてこった。あ、なんか、手に入れた。なんだろう。コアル。どういうことだ？それがなんだかが。あ、いい感じに階段が出来上がってる。いいんじゃないこれ。ダンジョンっぽいじゃん。いいね。掘っていこう。あ、木では掘れないよ。そりゃさすがに。あ、そっか。スコップっていうか、耐久力的なのがなくなっちゃったから、これで、あ、あった、ピッケル。を、作り、スコップも作り、で、木材も作り、これ作り、あ！見て、トーチが作れる！さっきの石はトーチになるんだね。トーチ作ろう。4つも作れた。なかなか進んでるんじゃないか、私。これをピッケルに変えて、とりあえず鉄が出るまで掘り続けよう。えい、ていていてい。ていていてい。よし、なんか取った。ててて。よし。なんか、おー、これなんだ？コブレストーン、ストーン、石か。そのまんまじゃねえか。あ、やばいやばい、変わっちゃった。こうスコップで、土を掘って、あ、土はやっぱスコップだね。あー、なんか素材によって使う道具的なのが、あ、待って、これ嫌な予感するよ、私。あ、やばい、水だ、水だ！待って。鉄にたどり着く前に。あ、そっか、隣に池があったから、水が、流れてきちゃったんだ。鉄はいつ作れるの、私。夜になってしまった。ここでまた私は夜を明かす羽目になるのか。残念ながらベッドは作れませんでしたが、ピッケルとスコップとか、あとトーチ、松明作れました。ちょっと進んだんじゃないかな。なんとかベッド作りたいっす。また次回。皆さん、このコインがこっちに瞬間移動したらチャンネル登録してください。いきます。すごいですよ、手抜きですって。わー、すごい、私こんな力があったなんて、すごいよー。